ごめんなさい、すごい興奮し、あ、すごい。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、ドラッグストアでお買い物してきました。あのコスメでもなく日用品ばっかりでもない、なんかなんだろうな、コスメかな。でなんかあの気になるものが多くて、コスメの域に入るのかどうかがちょっとわからないんですけど、コスメに使う感じのものが多いです。いや多くはないかな。気になった商品がいくつかあったので、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、それではスタート。まずはですね、キャンメイククイックラッシュカーラー01クリアホワイト。はい、これはもうリピリピリピです。プチプラでお湯オフでカールキープしてくれるマスカラ下地、本当にこれいいんですよね。でこれあの結構私友達にもガンガン勧めてて、そのお友達もみんないいって言ってくれて、気使ってくれてるのかもしれないんだけど、いいって言ってくれます。なのでお湯オフにこだわってる方、そう、私はもう本当にお湯オフできるものがいいので、お湯オフでカールキープしたいっていう方におすすめです。はい、次がエチュセのオイルブロックベース。これはもうよく皆さんご存知かなと思うんですけど、もうそれこそ私今更の域だと思うんですけど、気になってたんです、ずっと。でたまたま今日行った杉薬局でこれが売ってたので、あ、買おうと思って買ってきました。あ、でこれはですね、テカリ毛穴修正液ということで、テカリを抑えるものなのかな。あの T ゾーンだったりテカリが気になる部分に使うことで、透明なベールをかけたようなサラサラの肌が続くそうです。そうって書いてあるんですよね。毛穴もしっかりカバーって書いてあります。ちょっと開けてみようかな。気になる。こちらが、お、マニキュアのようなまつげのりのような感じですね。次に塗ってみます。白濁色ですかね。でちょっと伸ばしてみます。あ、すごい、サラサラ。あのごめんなさい、すごい興奮し、すごい、なんだろう、なんかあのシルキータッチ、そう、一番いいワードだと思います、このシルキータッチっていうワードが。へーちょっとあの私あんまりこういうのを使ったことがないので、今ちょっとびっくりしちゃいました。本当にあのサラサラ、すごい。ということは鼻の周りとかに使うのがいいでしょうね。はい、これまた使ってみたいと思います。よかったらまたご紹介します。はい、で次がお直し用マスカラコート。こういうボサボサだったりとかダマダマのまつげを修正してくれるマスカラコートの認識です。いやもう私ひじきみたいなまつげ結構嫌いじゃなくて、ゴテゴテにしちゃう派なんですけど、でもそれが本当に綺麗に整うんであればすごくいいかもって思って、本当に興味本位で買ってきました。でこれはですね、お湯落ち用のマスカラに使える商品です。マスカラもにじみにくくなるみたいです。もう気になっちゃう、すぐに見たくなっちゃう。シンプルですね、ダマ取りマスカラコートって書いてあります。そんなに今ダマダマしてないんですけど、ちょっとこれ使ってみます。フォームがなんか2パターンあります。今確認したら細かい部分も塗りやすいように作ってあるみたいです。今ものすごくまつげのコンディションが悪いんですけど、ちょっとこのまつげに塗っていきます。整ったんでしょうかね。あのもともともうまつげが悲惨なことになってたから、すいません、違いがすごく分かりづらいですね、ごめんなさい。結論から言うと、あの試したまつげが悪かったって感じですね。そう、私のこのまつげ、今のまつげに試しちゃいけないやつですね、これね。なんかもっともっとゴテゴテに塗ってしまった時とかに使う感じですかね。あ、ちょっと下がってくるかも。あの私まつげの下がり具合にはすごくうるさいんですけど、ちょっとね下がってきてる気がする。またこれはちょっと試してみます。はい、で次がリープログラムアレルバリアミスト。そう、これスプレータイプが出たの皆さんご存知ですか。ミューでした。ミュー、
スプレータイプすごくいいなと思って、そのメイクの上からシューッとかけて、花粉をバリアする的な感じで使うんですよね、きっとね。はい、ちょっと開けますスプレータイプがね、とにかく好きなんですよね、何でも。日焼け止めもそうなんですけど、あ、これエッセンス付きでした。よくありますよね、なんか薬局行くとちょっとお得な、嬉しい。そう、これですね、くしゃみが止まらない。そうなのでこれを使っていきます。ちょっと振りかけてみます。まあ、今はすぐに花粉をバリアしてる感覚っていうのはないんですけど、うん、でもミストとしてはちょっと大粒のミストなんですけど、どうなんだろう。あ、今ちょっとすみません、かけすぎたかな、ちょっとテカテカになっちゃってるで、少しこの手のひらでなじませるって書いてありました。はい、これ今はこれいいよって言えないんですけど、使ってみたいと思います。はい、で次がちょっと待ってくださいね。これどこに商品名があるんだろう。どこに商品名ありますかね。メイクノー崩れっていう商品名なのかな。ちょっと待ってくださいね。どこに書いてあるんだろう。なんかメイクの上から3秒スプレー、綺麗なメイク続くっていう商品名ですかね。そんなあります？メイクノー崩れっていうメイクノー崩れでいきましょうかね。さっきもスプレーだったんですけど、またスプレータイプ。これは化粧したてのメイクを長時間キープしてくれて、潤いをキープして乾燥を気にしない肌に、テカリやベタつき、日焼け止めの塗り直しなどの化粧直し後にもって書いてあります。で、一番Dプログラムで、これが一番私が気になったのは、マスクにメイクがつきにくい。うん、マスク使うことが多いので、マスクの下のメイクがマスクについちゃうんですよね。やっぱりこのチークのあたりが特に、ファンデとチークはすごくつくので、それが改善できるんだったらすごくいいなと思って、一度試しに買ってみました。ね、面白いですよね。面白いっていうか、うん、なんかこういう画期的なアイテムが売ってるんだなと思って。で、またこの季節だからね、杉薬局でも結構一押し商品として置いてあったんですよ。まあ、それを見てね、手に取ったんですけれど、さすがですね。はい、で次がアトミードライブラシクリーナー。そう、私今回のお買い物で一番これが気になりました。これ水で濡らさずにメイクブラシのお手入れができるアイテムです。これ気になる。気になる。今まで水洗いしてたんですけど、やっぱり天然の毛だと水洗いあまりしてしまうと毛が傷んでしまうので、あんまりなんか水洗いするのも良くないかなと思ってたんですよね。で、黒い部分と白い部分があるんですけど、黒い部分でブラシをこう滑らせてお手入れして、で、この白い部分もスポンジっぽくなってるんですけど、ここに色がついてないか確認できる、ここ確認場みたいです。確認場っていうかDプログラム。くしゃみすごい出る。この家にすごい花粉が住んでるのかもしれないですね。で、大粒のラメも落とせるって書いてあるので、これいいなと思って。私もう一回このブラシを使いたいと思った時、いつもティッシュでこう拭ってから次のアイシャドウ塗ったりとかしてたんですけど、これがあったらすごく楽だなと思って。で、これが汚れてきたらこれを水洗いできるみたいです。で、なんかこれこういう風に入ってたんですけど、蓋がついてました。あ、こっち楽しみです、これ使うの明日の朝。はい、次が、まあ、あとは日用品の感じですね。マスク、肌心地。私やっぱりマスクの中でこの肌心地が一番好きで、まあ、そんなに全種類使ったわけじゃないんですけど、今まで使った中ではこの肌心地ローションマスクが一番好きです。もう負担にならない、もう耳も痛くならないし、肌触りもすごく良くて、ただこれもうなんかどんどん見つからない。これ欲しいなと思っていろんな薬局見てるんですけど、なかなかこれがもう見つからなくて、商品がどんどんなくなってきてるのかなと思って、なんかこれに代わるいいマスクがあったらいいんですけど、何かいいマスクがあったらぜひ教えてください。はい、で次が牛角さんのダーメ。はい、で次がエリエールプラスウォーターのポケットティッシュです。この時期は
もうこれです。もう本当にこの時期はずっとティッシュとお付き合いしておりますので、こういうのじゃない普通のポケットティッシュを使うともうカッピカピになるんです。本当にもうカッピカピ。少しでも、ここに負担をかけさせない柔らかいティッシュを使うようにしています。持ち運びのティッシュもです。はい、で最後がそれのでっかい版。もう私今日のドラッグストアの目的はもうこれでした。もうこれがメインでドラッグストアに行っていろいろ買っちゃったっていうね。そう、ティッシュメインで行ってこんだけ買えるってね。ね、いろんな商品見るのが楽しいですね。時間すごくかかりますけど。はい、ということで以上でドラッグストア購入品の紹介でした。そう、今回はなんか初の商品っていうか、これがちょっと気になった商品が多くて、私も使うのが楽しみです。またですね、使ってみてこれいいなと思ったら紹介していきますので、はい、よかったらご覧ください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。